アイテム番号、SCP-914。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、正式に申請書を提出しサイト上層部から承認を受けた者のみ SCP-914 の操作を許可します。SCP-914 は研究室 109B に保存し、常に2人の警備員を配置してください。実験で 109B に入る研究者は必ず警備員を1人同行させてください。研究室の全警備員に実施する実験のリストを渡してください。渡したリストにない実験を実施すれば実験は即座に中止となり、職員は 109B から強制的に退出させられ、サイト指導部の判断で正式な懲戒処分を受けることになります。注意、生物実験は禁止されています。文書 109B117 を参照してください。ラフにセットした状態で爆発物を入れないでください。説明。SCP-914 は巨大なゼンマイ仕掛けの装置で重さは数トン、18メートル2の広さがあり、ネジ、ベルト、滑車、歯車、バネ、その他ゼンマイでできています。非常に複雑で8000000以上の可動部品があり、そのほとんどがスズと銅ですが、中には木材や布も材料として確認されています。観察と調査の結果、洗濯パネルの仕掛け以外に電源などの動力源で動いている様子は見られませんでした。入力と出力と書かれたラベルが貼ってある3m×2.1m×2。1メートル、10フィート ×7×7 フィートの2つの大きなブースが銅のチューブを通じて SCP-914 本体と繋がっています。ブースの間には小さな矢印のついた大きなノブのある銅のパネルがあります。ラフ、コアース、1、1ファイン、ブリフィンにノブを回すことができます。ノブの下には大きな鍵があり、それが仕掛けを動かします。入力ブースに物を置くと、ドアが閉まり、小さな鈴の音が鳴ります。ノブをいずれかの場所にセットしキーを回すと、SCP-914 はブースに入ったものを改造します。この過程でエネルギーは一切失われず、出力ブースのドアが開けられるまで改造されたオブジェクトは静止状態にあるようです。厳しい観察と実験を繰り返しても SCP-914 がどのように動いているのか解明できておらず、改造中の SCP-914 の中の様子も確認できていません。改造するものの大きさによって改造時間は変化し、5分から10分の間に終了します。ほい、5月15日。博士実験ログ。入力、1kg の鋼、設定、ラフ。出力、レーザーで切断したかのような切り口の色々なサイズ鋼の山。入力、1kg の鋼、設定、1、1、出力、計 1kg の複数のネジ。入力、1kg の鋼、設定、ファイン、出力、計 1kg の複数の絨毯の留め金。入力、1kg の鋼、設定、ブリーファイン、出力、何度かガスが空気流に無酸した後、5万度の耐熱性、電塩性が一切ない、ほぼ超伝導体、1.6×1.75 オメガメートル、の性質を持った 1g の未知の金属。入力、博士の腕時計一つ、設定、コアース。出力、完全に分解された腕時計一つ分の部品。入力、博士の携帯電話一つ、設定、1、1。出力、ブランドの違う携帯電話一つ。入力、一丁のコルトパイソンリボルバー、設定、ブリーファイン。出力、削除済みは異線上のものをすべて破壊、高密度のガンマ線を確認。入力、一匹の白いネズミ、設定、1、1。出力、一匹の茶色いネズミ。入力、一頭のチンパンジー、設定、ファイン。出力、削除済み。入力、一頭のチンパンジー、設定、ラフ。出力、潰され高熱で切断された残殺体。文書、109B、117。博士と、博士実験ログ。入力、被験者 D、186 白人男性、42歳、108kg、185cm、設定、1、1。出力、ヒスパニック男性、42歳、100kg、188cm。被験者は非常に混乱し動揺。警備員に対し攻撃。被験者を収容。入力、
被験者 B、187白人男性、28歳、63kg、173cm、設定。プリファイン。出力。削除済み。被験者は実験室から逃走し、8人の警備員に、博士と、博士を殺害。建物の封鎖が行われる。被験者は逃走中に3つの SCP 区画で収容違反を発生させる。特別対応チームが被験者に応対し、重傷を与えるが、複数の隊員が部分的記憶喪失になり、配管には腐食性の損害が発生した。被験者は数時間後に死亡、青い肺に分解し近くの研究チームを失明させた。SCP-914 の生物実験を今後禁止する。10。この SCP の性質のため、多岐にわたる実験データが役に立つだろう。ギアーズ博士は研究者自身または監督者がレベル3以上の研究者であるならば、自由に非生物実験を行う許可を与えた。すべての実験はファイル、914E、実験記録914に記録されている。生物実験を実施するときはご指導部に事前に許可を得る必要がある。生きていない平凡なものに対して試してみたい者は、自由にデータを集めてほしい。博士、